到了。要把丢回去。哎呦。夜の工業地帯に繰り返し響く爆音。現場から数キロ離れたマンションにも。我们开到失火了，看到过火了，这箱子都爆炸，知道这吧？死者は少なくとも50人。怪我人700人以上。消火中に起きた大爆発、なぜ起きたのか。哪地方炸了？我日！我靠，天都亮了！我靠，这是哪儿？不知道。我操，明天要上新闻了。我日，楼都在晃。去球吧！我靠，原子弹往日。楼上玻璃碎了，我操！这冲击力太大了，别看了，楼别塌了，我靠！赶紧穿衣服。爆発が見えてから爆発音が聞こえるまで7秒。2キロ以上は離れていると思われるこの場所でもこの衝撃だった。中国天津市の工業地帯で起きた爆発事故。現在のところ50人が死亡、700人以上が怪我、うち71人が重傷だという。こちらは爆発現場のすぐ横の高速道路です。あちらの建物の奥では白い煙と黒い煙がまだ立ち上っていて消火活動が続いています。そしてこちらの方には大量の黒焦げになった車が放置されています。大爆発から一夜明けた今日の現場。爆発が起きた倉庫は骨組みだけが残されていた。発生から8時間が経過しても未だ赤々とした炎が見える。そしてすぐ隣にある駐車場には輸出向けと思われる新車が並んでいる。この爆発で1000台以上の車が燃えたという。爆発地点から600メートル以上離れた場所でも建物が吹き飛ぶほどの被害。我们那个家里的这个玻璃窗没上是完整的，全部都已经飞走了。大型ショッピングモールにも爆風は押し寄せた。爆発現場からおよそ2キロほどの距離にあるスーパーのイオンです。ご覧のように窓ガラス、そして壁が吹き飛んでいます。人的な被害はないものの、営業は一時停止。再開のめどは立っていないという。3キロ離れたトヨタ工場。工場の中では怪我はなかったが、工場付近にいた従業員と窓ガラスが割れた販売店で2人が怪我を負ったという。爆発現場からおよそ900メートル離れたマンションも被害を受けた。大きな窓は窓枠ごと吹き飛ばされている。部屋の中に散乱しているガラスの破片は粉々に割れているのがわかる。立ち上る煙はひまわり8号の衛星画像にも映し出されていた。爆発から10分後、白いものが湧き出して南西方向に流れていく。爆発事故はどのように起きたのか。まず爆発前に撮影された現場の映像を見てみる。2011年に設立された現地の物流会社が運営している倉庫だ。この物流会社は危険な化学薬品の輸送や保管を業務としている。爆発事故当時も倉庫には可燃性の硫黄や炭化カルシウムなどの危険な化学薬品が保管されていたとみられる。カーバイドの名前で知られる炭化カルシウムは合成樹脂や合成ゴムの原料となる。
倉庫で火災が発生したとの通報を受け、消防隊が駆けつけたのが昨日午後11時前。そして懸命の消火活動が行われていた最中、30分後に爆発が起きた。好強的气浪，崩死了。2回の大きな爆発、地震計でも2回の揺れが観測されていた。中国地震局によれば、爆発の威力を TNT 火薬に換算すると1回目は3トン、2回目は21トン相当の爆発だったという。头压一响啊，挺响的，床就碰起来了，感觉。就没当回事儿，都困嘛呀，是吧？等第二没反应过来，第二次一响，房子就没了。正上班，我当时一爆炸，那个保安室都全都炸，我正爬那个爬地下了，就没那爬地下，光那保安室都炸坏了。消防隊の消火作業中に起きたとみられる大爆発。原因として考えられるのが、倉庫にあったとみられる炭化カルシウムだ。炭化カルシウムは水に触れると激しく反応し、爆発性の高いアセチレンガスを発生するのだ。消防隊は炭化カルシウムの存在を知らずに放水してしまった可能性もある。またこの倉庫には塗料の原料などになるニトロセルロースもあったとみられる。このニトロセルロースは爆薬の材料にもなり、火災や爆発を引き起こす。現地メディアによると、消火活動に当たっていた消防隊員12人が爆発に巻き込まれ死亡したという。現場の近くで消防士の弟を探す兄の姿があった。寻找他，直到现在没有结果。说是有七辆消防车，然后和好多那个消防官兵都遇难了，所以我们很担心。今回の爆発は、現地に進出している日本企業だけでなく、物流にも影響を及ぼしている。中国企業とともに鋳物工場を運営していた日本のある商社は、現在天津港に製品が留め置かれている。爆発地点からは離れていたため、貨物は無事だという。港の封鎖は解除されたものの、出港の見通しは立っていないという。爆発が起きた天津近海新区の開発が加速されたのは10年ほど前からだ。改革開放の波に乗り大きく発展した中国南部の深圳や上海などから遅れを取っていたが、それが急に動き出した。胡錦涛政権の時代、温家宝首相だったんですが、彼が天津の